これから今日は前日練習ということで、1回目は内田海地さんと練習します。まあ、日本人でグランドスラム出てる選手としてもちろん自分に足りないものをたくさん持ってると思うので、まあ、勉強しながら気合い入れて練習行ってきます。
練習終わりまして、めちゃくちゃ強かったです。本当に一回気抜いたらやられるなっていうか、唯一自分の来たチャンスをもうそこで一回ラリー中逃したらもう次ないだろうなっていう、ずっとその緊張感の中やっぱやってて、やっぱそれがグランドスラムっていう舞台だと思うし、まああとはまあ今までの競った試合で、まあ、回り込みがやっぱすごいとかフットワークっていう部分で、まあ、皆さんにちょっと褒めてもらってるんですけど、まあ、まずあそこまで回り込めてる時点で、なんだろう、まあ、相手が弱いわけじゃないですけど、もうこのレベルとやってたらやっぱり自然とどう回り込ませてもらえるかっていうのを常に考えないといけなくて、フューチャーズレベルだとやっぱり来た球が勝手に回り込めるっていう風にまだなることが多くて、ちょっと反応が遅れても足の速さでごまかしたりとか、このレベルだと普通にやってたら間に合わない、回り込めないし回り込ませてもらえないし、逆に相手を回り込ませたら終わりだし、この緊張感はめちゃくちゃ面白いです。まあいい練習ができました。明日に向けてもう一回僕練習あるんですけど、しっかり調整したいと思います。